ニュースのお時間です。小山氏が、スパチャットがなかったことで、震災がとか意味不明なことを言い出しています。被害者に政治家がいないだろうとか。知らないだけだと思いますが、安否確認で見回りをしていた政治家が津波にのまれて亡くなった事実もあります。本当に、自然災害を用いてスパチャねだるのはマジで不謹慎極まりない。マジで、 知識不足を露呈させて越に行っている姿は気持ち悪い。では、もしも、私が小山氏をコンサルするならって考えてみます。これは、小山氏を応援しているとかではなく、界隈全体でも参考になると言えます。ぶっちゃけね。力技で、月間で500人以上、うまくいけば、1500人はチャンネル登録増やせますね。半年もあれば、復活させられます。 早ければ三ヶ月。まず、三つの軸でやっていく必要があります。一つ目、小山氏をコンテンツ化させる。コンテンツ化させるには、手を加えないといけません。そこで必要となってくるのは、ブランディングです。今の姿はメッキが剥げ、完全に無職の情けないおっさんの遠ぼえです。渋谷のチーマーのリーダーだったのは事実なわけなので、かっこいい姿、遠くないよ ちょっとアングラ、ファッション、これらをリードしていくカリスマとして仕立てる必要があります。今、私が言ったのって、初期の小山氏のイメージですよね。剥がれたメッキを再加工していく感じです。できれば、一旦はライブをやめて、動画にした方がいいです。90分から120分のトークを編集して10分から20分にします。良いシーンだけをピックアップすることで、 印象を補強させていきます。できれば、室内も少し変えてアメカジ系にした方がいいです。当時の渋谷ファッションと現代をミックスすることで、さらにブランドを確立させる。間違ってもライブでブランドを壊すことだけはしないでほしい。やるなら、別チャンネルでやってくれって思う。二つ目、毎日10個以上のショート動画。これも垂れ流しではなく、編集が必要不可欠。 ヤクザ、チーマー、構想、ファッション、それらを軸として配信し、フックかか,かったネタをなるべくこする。似た内容でもいいんです。とにかくこする。ネタを出すだけでも1時間から2時間かかるし、撮影も場所や服を変更しながら撮りたいので、編集を含めると4時間から6時間かかります。でも、マジでやりきれば、月間で500から1000人以上、登録は増えます。 ワンちゃん、満タ単位で増えていきます。これの目的は、視聴者の新陳代謝を狙うってことです。今の小山氏のチャンネルは腐っている状況です。新陳代謝を促すことで、チャンネル自体を活性化させる必要があります。ネタかぶりを恐れず、とにかくやり続ける。新規が入ることで、以前のアンチなんて上書きされ消えていきますから。うまくいけば、 おセロみたくひっくり返る。ショートの目的はあくまで新陳代謝です。それを念頭に入れて果敢にいろんなテーマにトライするのも面白いかもしれません。三つ目は、尊敬されること。これはやらせでもいいです。例えば、楽チンさんとコラボしてめっちゃ褒めてもらうとか、本人以外からの賞賛の声によって、ブランドが補強されていきます。なんなら、 射程を募集してもいいかもしれません。何気に、ある程度できているのって、久保なんですよね。ただ、編集が下手くそだったり、ちょっと技術面に課題もありますが。まあ、側近狙うなら、ふわっちでもいいと思いますが。何はともあれ、重要なのは、ブランディングと新陳代謝。補助的にブランディングを補強するものです。では、またお会いしましょう。